お願いします。久しぶりにこちらのお店に上がりましたね。なんか今日は急に特訓したいって。はい。どうすんの？やっぱりあのゲットワイルドをやっぱ組むにあたり、我々はやっぱ初心に帰るべきだと思うんですよね。まあちょっとブランドもあるからな、正直。まあ、よく思い出してください。いろんなことやってきたじゃないですか。いろんなこと。はい。特訓。特訓ですね。例えば、二人三脚とか、うん、まあ、シンバウル、シンバウル、ガチンコ、シンバウル、記者もそうですか？あ、どうも、東京スポーツです、東京スポーツです。それ、シンバウルから来たんですか？あの続きは、ここで二人三脚もやったね。それさっき言いました。ああ、そうか。その二人三脚とニンバウは、なんだ。いやいや、関係ない。置き物ですから。関係ない。まあ、その二つやってきて、結局、大森さんが切れて、あれ、中途半端なところで終わってんすか？いやいや、無理があるんだよ、大体。二人三脚で足縛って、ロープワークやったじゃん。あのどう考えたって当たって帰ってくるときに体がねじれちゃうから、ねじれないです、絶対怪我するんだって、肩を。ねじ、ね、コブラツーションみたいにねじったんじゃないですか。その技の一環として。まあ、でも、まあ、あったから世界ランクもね、取ったし、最強ランクも優勝。まあ、その続きを、またやるべきじゃないかと。今度はな、両方に向けて。よく、ね。誰が、なんか言ったんですか。昔、あの、カール・ゴッチさんとか、出た数字を、カード引いて出た数字の、ああやってるね、やってたね、昔ね、やったやつか、うん、だいぶ受け継がれてきたね。それやっぱ、極秘でやってるんですよ、やっぱ、タクチンもやってんだな、ちゃんと、ね、そこで今回ですね、うん、そのカードでトレンドしようかと、接続されました。ちょっとなんか何かが接続されたと。記者の人ですか？なんか違う、ちょっと電源切ってもらわないと。はい、要するにですね、うん、カードです。カードで出た数字の数だけ腕立てと、そうです、スクワットやるということです。うまっ。じゃあこの音楽に合わせてウノやりましょう。ちなみに見てください、皆さん、我々のためにあるようなもんですよ、これ。見てください、ゲットワイルドウノですよ。すごいでしょ。まあとりあえずプロレスはトランプで、ね、トレーニングやってますけど、我々やっぱこのウノでこう引いて1枚ずつ、おぉーすいません、あーすいません、引いて、とりあえずあれやりましょう。こっちの方がなんか BGM がすごい。いやもう早速やろうぜ。俺から行きますよ。とりあえず5回。5回。何5回？まあ、キルなんでスカッと5回やります。スカッと5回。はい、行きますよ。はい、数えてください。よし、1、はい、しゃ、はい、2、はい、はい、3、はい、はい、4、はい、5、しゃ、はい、オッケー。俺がスカッと、はい、俺引く、引くんですよ。よし、2、はい、2回スカッと2回。いや、じゃあ赤なんで腕立て伏せ。腕立て伏せ。はい。よっ。はい。1、2、2、はい。はい。OK。はい、5回。5。腕立て。あ、スカートいきます。はい。1、2、3、はい、4、はい、5。はい。いきください。あっちもあんたら2人でやるか。え？あっちもあんたら2人でやるか。とりあえず3。サッカーチームなんだから。そう、俺ら3、何3、黄色ですかね、青の黄
金。はい、計算会、はい。はい。いい。はい。一、二、三、最初。はい。なんだろう、あ、リバースですね。リバース。重さ、もう一回引いてください。俺持っていきます。はい。俺はナイス。はい。5回、はい。何5回？ジャンピングスクワットですか。ジャンピングスクワット。はい。ジャンピングスクワット5回。はい。じゃあ趣味そちらの方がいいですか。僕らさんもあ、これもう終わりってことですか。もう俺たちさ、やっぱさ、一、ね、人ずつこうやってやってるのもタッグチームなんだからさ、息が合うことやらないと意味ないんじゃない。二人で集まったら意味はないじゃん。今日同時にやりますじゃん。うん、二人で息を合わさないといけないんだから。わかりました。じゃあ二人の息合うと、やっぱり同時にやるっていうのはあれなんですよ。スクワットも腕立ても同時にやるっていうのは。ああ、それちょっと一回どうしましょう。無理でしょ。ええ、大丈夫です。これでちょっと膝があんまり調子よくないんだけど。ええ、いいんですよ。これちょっと膝の靭帯痛むんだよ。ちょっと不安なんだよ。いや、靭帯痛むっても、とりあえずはこれ大丈夫。なんか、すごいパートナー信用するっていうのは。短パンだからさ、すっげえ熱が伝わってくんだよね、足の君の。いや、しょうがないですけど。でも多少我慢してください。なんか、煙草がすごい伝わってきた。熱が煙草だって、後ろの方も煙草が熱でしょ。なんかチラチラ見てない。よし。じゃあ、引いてある。引いてある。これ意味あんのかな。引いてください。ああ。それ意味あんのかな。ちょっと待って。よし。6回。6回。なんすかね、6回。スクワットか。いきます。無理だよ。よし。無理。ちょっと待って、待って。タイミングは。タイミングだろ。やる意味あんのかな。いきますよ。1、2、3。膝が痛い、膝が痛い、うわ膝が、もう無理っす。ああもう、いや両手万全で上がらねえぞこれじゃ。いや終わってないですよまだ。膝が痛い。残りこんな残ってるじゃないですか。いや全部やらないと。もうそういう問題じゃない。いや、ちょっと、ごめんなさい。絶対人体がカード引いてください。ちょっと寝てないで、カード引いてこれ1枚。1昼間動かないんだよ。昼間動けないよ。昼間夜日が出てるときはダメよ。なんですか。モグラだから。モグラだから。だったらこの下に寝てるわけじゃないですか。リングの下に。いつもここで寝てんの。こうベッドなんですか。そうです。迷惑だな。いや、ちょっと宇田で一だ。逆に、いやもう分かりました、分かりました。いやもう俺たちもう息合ってねえよ。じゃあちょっと両方とか無理やろ、最強だとこんなんじゃ。いや、モグラ男と一緒にやればいいんじゃないか、二人で。ちょっとそれ考えたんですけど、モグラさんとやりますじゃん。モグラさん、モグラさんじゃ数えてくださいよ。モグラさん、無理、起きてください。夜にならないと。大丈夫もう。夜にならないと。これ全部やらないと終わらないですからね。ジョンさん、よき頃合いでお願いしますよ。しっかり息合わせてさ。これ疲
かんやな。手を結んだから結べないよ。ああ、痛たたし取れちゃうんですね。しょうがない。よし、腕立て、腕立て、いきますよ、合わせてください。1、はい、2、さあ、OK。 何したっけ。僕、スカットスカット、ザキングスカット。まあ、足取れちゃったんで、いけないですね。もう、まあ、この辺で、もういいか。なんかね、ちょっとよくわからんくなってきたから。とりあえず、なんか不安だけは残ったんじゃないか、今日のアタックで。いや、でも、あれですね。周りにやっぱ流されてはいけないという気持ちを忘れず。再確認できたということで。大丈夫ですか、足。だ、ちょっとあんまり調子がない。じゃあ、もう今日、この辺にしますか。うん、あとはもう、ワイルドな質問だけ今日は受け付けて。え、じゃあワイルドじゃない質問は絶対に、はい、受けないと思います。そう、あの、ワイルドかどうかはこっちが決めることだ。区長もワイルド区長で質問してください。どうですか、久しぶりに一緒に練習して、こう両国と最強タッグに向けて手応えはつかみました。まあ、あの、一緒にやることが多分意味があると思うんですよ。このまあ練習の内容はまあ確かにね、ちゃんとしてないかもしれないですけども、気持ちはやっぱり大野さんと一緒に練習を、会話を、体を一緒に使って。あ、さっき、手と足を縛ったじゃないですか。あの時に直に肌が触れて、彼のぬくもりが直接伝わってきたんで、なんかそこでなんか、なんか伝わる、なんか気持ちがつながったのかなと思います。まあ、昔の公開練習はいつも終わった後、大体いつも揉めてたんですけど、今回はそれがなかったっていうことは、やっぱり強い絆が、やっぱもぐらさんのあれじゃないですかね、中をもっと誰かが入ることによって、なんかまたその新たな中和されるというかね、はい、気持ちになるというか、はい、あと、すみません、はい、秋山社長がゲットワイルドじゃなくて、はい、ゲットマイルドじゃない、ゲットマイルド。あ、ゲットマイルド。四日市のオーストラリア記念館。記者の方。勉強してください。マイルドじゃないです。何マイルドじゃない。何。ワイルドです。いや、なんかマイルドなんじゃないかって秋山社長が言ってたんですよ。緩いんじゃないのかって。いや、どちらかというと、はい、マイルドなのは大森さんですね。いやいやいや、そっちだろ。俺はもう全然そこに関してはもう、うん、はい。ワイルドなんで、私はチームとしてもまあ、もともと本当のワイルドは僕一人ですけど、はい、で、はい、今一緒にやっていこうっていう、それは、あ、そうか、一緒にやっていこうっていう絆を深めるために2人ともワイルドだ、必要なものじゃないですか。結局やっぱりあれですか、大野さんもあれなんじゃないですか。いや、秋山さんと人を言う、こうやって指さすのダメだ。興奮してもちゃんと手を添えて、ごめんね、ごめんね。とりあえず、ね、言ってないで、他にじゃあ今度最強タッグとかタッグ組むわけじゃないですか。はい、そこにいる大森選手は、はい、全日本の取締役だよ。あ、はい、そうだった。秋山社長と通過なんで、はい、裏で、裏じゃない、表で通じてるんだから。いやいやいや、確かにあれなんですよ、この間もそんな信頼できるの。いや、ちょっと怖いんです実は。正直、この間のあれでしょ、あの時もかぼちゃ持ってったら、こいつ誰かに似てる、あの憎いやつに似てるだろうって、あの肩をやられただろうか。まあ、それとこれとはまだ、それとかあったじゃないですか、それとこれとは。結局その僕が復帰戦も大森さんやった後にね、秋山さんとやったんですけど、二人して肩狙って、これ多分作戦考えたでしょ。
いや、それはもう前の昼間のレスラーの試合を見て、やっぱりウィークポイントを見出したんじゃないですか、やっぱり秋山社長は。そうだと思うよ。よく考えてる、ちょっと不安な作詞だからね、作詞だから。いや、作詞と言ってますけど、はい、部下ですよ、部下。ってことは、社長の部下。秋山さんが右に行けって言ったら右に曲がる。左に行けって言ったら左に行く。いや、もうこんな陽動作戦に引っかかったからだ。じゃあ、秋山さんのトランプのモノマネ、そちらの記者の方、トランプのモノマネしろってたらやるんですか、トランプのモノマネ。もう大統領になったじゃないですか、トランプのモノマネ。そう、あれ、WWE に伝道してるんですか、入ってるんですか。その前のオバマ大統領のモノマネだったらできるよね、今のね。オバマ。トランプ氏はちょっとよく、あんまり特徴がある。じゃあ、オバマさん、お願いします。Yes, we can。いや、それ普通に言ってるだけじゃないですか。じゃあ、なんか、じゃ得意なのなんか見本見してやってる。いや、それはちょっとあんま面白くないので。ってことは、あれですね、そちらの、何記者さんでしたっけ。覆面記者の、ってことは、僕は、はい、誰を信じたらいいんですか、やっぱ、パートナー。パートナー、はい。一緒に大森さんと出るんですか。もう間違いない、俺のことを信じてれば大丈夫。もうちゃんと今ちょっとその話聞いたらちょっとどんどん疑い深くなってきた。大丈夫大丈夫、一本道もう両国を通って、そんでもうちゃんと最強タッグに道は通じてるから、俺の言うこと聞いて。高木さんでしょ、 CEO。 そう、なるほど。結構身内の方になっちゃうんですけど、なんか相当マット界のなんかいろいろあれなんか精通してそうな記者なんですよね。でも帽子ちょっとかっこいいですよね。いやし、それは知らない。それ販売してもらうじゃない。いや、どうなんだろうね、分からないですね。そうですか。いや、それよりもだから、はい、大丈夫なの、二人両国で何か秘策はあるのか。行ってみたらもう、あれでしょ、パートナーが変わる可能性もありますよ。ああ、ええ、こう両国の試合中に変わるか。試合中に変わる、はい。いや、もう今日の合同練習はなんかあれじゃない、悪い方向に行ってんじゃないかな、じゃあむしろ。まあこれ誰がどう見てもいい方向には行ってないと思うんですね。ま、100人に聞きましたアンケート取ったとしても、うん、町のおじいちゃんおばあちゃん、これなんかよく分かんないね。いやでも俺は信じてる、大丈夫。いつも今までそういうことを散々あったけど、試合になったら俺らバッチリ決めてきたんだから。大森さんに質問なんですが、はい、全日本プロレスさんは、うん、道場にモグラが住むことはもう容認っていうか認、その事実は受け入れたっていうことになりますか。いや、モグラってなんか意味がよく分かんないんですけど、なんかあります、モグラなんか。猿かと、猿じゃないですか、猿人間だね。さっきモグラって呼んでらっしゃったんですか。モグラって言いましたっけ。光は、昼間は、まあ、なんかドラキュラみたいですね。うん、まあ、東京なんか出るみたいですね。先行きは不安ですけども、はい、まあもう、とりあえず27日。改めて、対戦相手の山選手と加新選手のタッグチームについての印象を、今日、お二人ともいらっしゃるんですね。やっぱり家臣さんに関しては初めて当たるんですけども、やっぱマスクかっこいいなっていう気持ちありますよね。試合になったらやっぱり変幻自在のテクニックを見せてくるからね、侮れないし、テクニシャンでもありますね。初めてタッグ組むにしろ、タッグ組む以上はなんか秘策というか、連携だとか合体だとか絶対あると思うんですよね。そこがちょっとあれですね、なかなか苦戦する部分であるのかな。侮れないですね、どうですか。二人のタッグチームは、なんか秘策はあるんですかね。ノープランです。え、ノープランです。ノープラン、はい。なんかね、何かあるでしょ。何も考えてないですね。ちょっとだけ
そんな知りたいんですか。見せてもらっていいですかね。後ろにダミアなんで。ちょっとなんかダブルで。いやでも動物愛護協会に訴えられてしまうので、ちょっとそこは拒絶の反応を示して。あ、今日はちょっとダブルでなんか皆さんもダブルで。ダブルで。ダブルで。一応その公開練習ってことでみんな。こういう無駄な時間を使ってきてますから無駄な時間を使ってダブルのブレンパスタでもいいから、はい、ちょっとお願いします仕事していいのか仕事していいのか仕事していいのかあの、ウノに気をつけてください絶対踏まないでください絶対、絶対に踏まないでください絶対に踏まないでくださいあんたメガネもう一回、今当たってないからもう一回お願いしますそうだねはい、写真しっかり撮ってください。もう変わります。写真しっかり撮ってください。写真しっかり撮ってください。これ最後ですよ。よいしょ。もういいんじゃないですか。一緒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 だよ。先生、向けたらもう一回もう一回。一緒だよね。一緒一緒。一緒だよね。技とかやらないですか。大丈夫ですか。はい、はい、OK です。はい。あれか。それでは、公開練習を終了させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。もしスパイだったんですか。どっかの同じ LNG。あの喋り声は即刻帰ってたら、まあ、まさかスパイを迷い込んだなんてことはないよ。スパイはない。いけるんですか、ね、はい、可能性は何にしまらずとかですね。怪しい、怪しい。だって覆面という時代で怪しいよね。手の内見られたんじゃない。